アカンパニー4ソーフラビ独立するのも面白いんじゃないのかって。ジャル君誘いなさいよそれは。あえ、おはようございます。おおジェイクさんおはようございます。おはようございます。お久しぶりですね。大丈夫かい鳥さんかい。ひなが落ちてきたい。お家はどこかい。大丈夫かい。大丈夫かい。お腹減ってるのかい。目大丈夫かい。すごいえ、武器持ってるえ。いやそれは T だえ。T になったえ。なんだよあれ。なります。オッケーです。ありがとうございます。ありがとうございます。お次のお客さんどうぞ。特製30個と黒ウーロン茶を30個頼む。特製30個黒ウーロン茶30個。はい、お客さんお好みは全部マックスで頼む。全部マックス固め濃いめ多め入りました。30、30でしたっけ。30、30で頼む。ゲンスルー。この町にもボーマーが出たらしいぞ。ゲンスルー来た。ゲンスルー家系ラーメン食うんや。この町にもボーマーが出たらしいぞ。気をつけろよ。お前だろ。気をつけろよ。お前だろ。ありがとうございます。ありがとう。アカンパニー4ソーフラビ。世界のカチャン出てきたんだけど、今はもう右行ったらずっと右回してカチャンって言ったら次また左を一周させるみたいな。ああなるほど。だるいよね。ちょっと待ってね。もうもしかしたらないかもしれないからちょっと買ってくるわ。優しいえママ。え、ママはマジでママだえ。なんでこんなママっぽくできるんだえ。お母ちゃんだえ。まあでもママはなんか本当にママすぎて、あまりにももう何もかも許してくれそうだえ。何をやってもどんな失敗をしても元気づけてくれそうだえ。大丈夫だよ、よくあることだよって言って。まあまあそんな力があるえ。すべての万物にみなげる心を癒してくれる。大丈夫だよ、そういうこともあるよ、元気出してほらって言って。クマちゃんも破壊力あるえ。だいぶだいぶ破壊力あるえ。リリアはお姉ちゃん感がすごいえ。やっぱまあでも本当にクマちゃんとママの絡みを見てると本当に子供って感じがするえ。ママと子供で、レリアはちょっと成長して責任感が芽生え始めたお姉ちゃんで、ワキオはワキオ、私はチャルロス。その家族にお金を貸してて5億ベリーで借金の取り立てに来るやつ。お金を返してもらうえ。ナスさんは殺し屋、博士はおじいちゃん、普通におじいちゃん。いや最近ちょっと思ってきたんだえ。独立するのも面白いんじゃないのかって思ってきたんだえ。まあアンブレラでいるのも楽しいえ。でもやっぱアンブレラで得た知識で一回作ってみたいえ。そっちも経験してみたいえ。普通にまあちょっと相談してみるえ。まあ抜けて速攻作るとか、まあ一旦金貯めてだえ。金貯めてまあ20億ぐらい、最初の資金20億ぐらいでとりあえず作ってみてだえ。そう将来的な話だえ。まあ楽しそうだなとは思うえ。いろいろとボスになって、まあワンチャンそういうのがあってもいいかなって思うえ。まあ将来やってみたいっていうのもあるえ。いろんなギャングとか入ったりなんかいろいろやりたいよね。なんかやっぱアンブレラは入ったけど最初から全部揃ってるから、そこの苦労をやっぱやってみないとわからないんだえ絶対。そしたら新しいストーリーもできるし、苦しみながらギャングを設立してみたいなのもまあ面白そうだなとは最近思うえ。だからもっと早くこの世界に来ててギャング立ち上げとかやってたらな、最初のうちに入っとけばよかったよね。ギャング設立楽しそうだい。最初はお金もなんもないゴミみたいなギャングだけど、どん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 仲間を集めていってみたいな、楽しそうだい。まあ一旦いろいろ乗り物とかヘリとか一旦私で、ある程度できるぐらいまで貯めないといけないえ。で全員にこの天竜人の被り物をしてもらいたいえ。まあでもどうなるかえね。
なんかやっぱ新しい風を吹かしたいよね。いやまあそれもあるわ。やっぱもう元々できてて、なんかいろいろもうできてるところにワッチ入ったから、まあギャングのあれこれを教えてもらってはいるけど、いろいろすっ飛ばしてワッチはいるからやね。まあ言ったら毎日同じことの繰り返しだからだよね。まあ、なんか新しいことをやりたいって気持ちはちょっとあるわ。いや店とか事業はやんないよ、ワッチは。ギャングが楽しいえ。ギャングは楽しいんだけど、やっぱりなんかもっと苦しみたいえ。苦しむ、なんだろうえね。苦労して、なんかもっとなんかよし、成功させるぞみたいな試行錯誤しながらね。難しいえ。なんて言えばいいかわかんないえ。目標、まあ一応5億貯めるってのが目標だったけど、溜まっちゃったえ。まあでももう今すぐやろうってことじゃないや。ゆくゆくはって感じだよ。だってこのままだと逆に起きてこなくなっちゃいそうで、自分自身が。でも新しいギャング設立ってなったら多分無限に金がいるし、やらなきゃいけないことがいっぱいで楽しくなりそうって感じはあるえ。向いてなくてもやるのがいいんだえ。最初から向いてる人間なんていないえ。最初から向いてそうな人なんていないえ。まあでもボスってのをやってみたいえ。まあやってできなかったらできなかったでいいし、マンネリ化したらやらなくなっちゃいそうだえ。マジでそれに気をつけながらやらないとな。新しく、まあわちがボスじゃなくても新しくできたギャングの当初の頃とかってめっちゃ楽しそうなって思うんだよね。貧乏ギャング団みたいな感じで。どうしようかい。まあわちは一番は同期二人がどうやったら起きてくるかってのを考えてる。多分あいつら大型とか行くのそんな好きじゃない雰囲気がするんだい。そう、人と喋ったりみたいのが好きそうだい。ギャング向きじゃない。どうなんだろうね。あの二人が何をやりたいかによるけど、って感じだよね。まあでも入ってみたら資金洗浄のレベ上げとかなんかそういうのが、まあなんかやっぱ元々あるものに入ったから迷惑はかけられないしみたいな感じだよ。多分迷惑はかけたくないと思ってるよあの二人は。そうだから、まあもしかしたら動きづらいのかもしれないえ。いやそうなんだよ、あの二人が何をしたいか聞きたいよね。わちも最初は3人で、お同じタイミングで入った、いい運命だえって思ってたけど、なんかそういうのもなくなってきたいからな。このストーリーをねもっと伸ばしたかったよね。だからあの二人がどういう何か面白いことを発案してなんか企画をやるかとかだえ。3人で面白ごうと、まあ、なんかやりたいよね。まだ入ってから何もなしてないえね。3人揃うことが確かにまずないえ。いや、まあ、私は全然楽しいんだよ、この世界に来ることは。まあでも最近あんま人がいないからこう思ってしまうのかもしれないえ。でやっていくえ。うわーうわー、おい誰だえ。待て待て待て、ほらここ止めてんだから。うわーすごい。今死んでたんだ。あそう、ボマーが暴発したい。博士今何してるんだい？いや、車探してた。探してた、なんか暇だい。なんか客船行くえ。客船二人で行くの。なんかないかい？二人でできる。ミッション？ミッション。ミッション。もうずっと暇だえ。いや暇だな、なんかするかじゃあ。やることないえ。昨日なんかな。うん。まあナスというかレリアが言ってたんだけど。うん。最近人が少なくて合同が多いから、うん、やるのもなっていうなんかモチベーションが下がってるようなことを言ってたからな。あいつも萎えてるかい？そうそう、みんな萎えてたから。いやもう、いや、わっちもなんかやることな何も起きなさすぎてなんか。ああ。そうなんだよ。そうだよな。何かやらんとな。そうだよ。一回車のガレージ入れてきな。OK だよ。迎えに行くから。ありがとうだい。もう、わっち昨日と今日合わせて多分12時間ぐらい作業してる。やることなさすぎて。ジャル君、なんだい？誘いなさいよそれは。いやいやいや。いやいなかったな私。一生ちねってても捕まらないえ。泥棒いるぞ泥棒が。本当だ。だら。え違う違う違う。じゃあ足は足朝は3本、昼は4本、夜は80本。この動物なんだ。人。いやもうえ、どんな世界に住んでるんだよお前。80本って。